いらっしゃいませ。こんばんは。こんばんは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんばんは。6月6日木曜日です。皆さんいかがお過ごしですか？やばい、帰りの電車で寝ちゃってコンタクトが曇った。治りました。ちょっと髪の毛が帽子かぶったから崩れました。ぺちゃんこになりました。わ、すごい、カラフルスプレーありがとうございます。はい、今日はね、そいつは曇った。困ったってこと？今日は YouTube 撮ろうと思ってたんですけどね、外で YouTube じゃなくて写真撮りましたね、いっぱい。そうで、明日の公演の練習して帰ってきたんですけど、そう、今日はアミの生誕祭だったんですけど、手紙を書かせていただきました。イエーイ。見てた人、アミタン、あ、福野です、福野アミです。アミタンって言っちゃう、アミタン。手紙書きました、書かせていただきました。はい、何書いたんやろうって感じ。ちょっと前に書いたから、でも書いたのは、書いた内容は忘れたらダメなので写真撮りました。何書いたっけってなるときに見返せるように写真撮ったんですけど、アミオッチフォーエバーって書きました。アミと仲いいイメージあるんかな。今日コヨリンに仲いいんですかって言われた。結構早めに提出しないといけないんですか？そんなことない、私が早く書きすぎた。こんばんは。あ、星や、星、キラキラじゃなくて星があるけど、星もあったんや。星はもうなくなったかと思った。だるまいっぱいありがとうございます。わ、懐かしい名前。こんばんは。なんか広告見たらもらえる。そうなんや、ありがとうございます。わざわざ星、やったー。だるまかわいい、いろんな色きますね。最近はカラフルなだるまがいっぱいで嬉しいですね。はい、星が嬉しくて広告見ちゃう。確かに、わかる、わかるっていうかやってないねんけど、星懐かしいよな。あ、水色だるま。水色は私の色です。私の色。今日は木曜日ですね。明日頑張ったら土日や。わーい、わーい、わーい。
ルームスこの後しようかと思ったけど、お知らせがあるので公式 YouTube を見ようと思うのでね、私たちも何か知らないので発表を見てからその後ルームスしようかな。土日楽しみね、楽しみ。握手会と写メ会おめかししちゃうぞ土日もお仕事は大変だ。初見です、初見マークついてないですよなんか銀の盾あるねんけど、なんやろ、ドキドキだね。ドキドキですよ。何があるんですか。土日はお仕事また可愛いみおちが見れるんですね。どこで？お知らせを、お知らせの内容ってこと？土日かな、土日の話かな。わ、緑のだるま珍しい、ありがとうございます。え、星って今までもずっとありましたか？今までもあった？みおちゃんお知らせの内容知ってるんですか？メンバーは知らないですね。配信に出るメンバーだけです。何かな、最近復活しただよね。わ、星やって思ってん今日気づきました。へへ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 先月くらいから広告見たらもらえるようになりました。私と喋り方似てますね。た、最近毎日配信目指してる。え、全然全然って言ったら申し訳ないけど、気分です、気分が続いてるだけ。みおちのへへでご飯を3杯はいける。へー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 おもろ。毎日配信しなきゃと思ってやってるわけじゃないですよ。なんか楽しいからしてますなんか最近体調いいので元気にやってますだから急にやらん日あっても心配しないでね、気分なので。今日の発表気になる、気になりますね。なんだろう、夏のお知らせって書いてたっけ。何、もしかしてキャンプとかあんじゃないのルームスのサクパンとの Vlog では流れてしまった。今からカレー食べるよ。カレーいいね、カレーいいですね。カレーはカレー。ライブか、ライブ、ライブかな、なんでしょう。星めっちゃ嬉しい、星来たらなんかテンション上がる。懐かしい、懐かしいな。10期生のお披露目の日程発表とか、あー、発表とかってあらかじめされるっけ。キャンプ出たいわ、 NN さんのキャンプ出させてください。カレーはカレー、ホノピー超えたな、ホノピー超えた。でもユーミさんが出はるからな。キャンプ好きなん？キャンプが好きというより YNN さんのキャンプが面白い。キャンプ全員呼んでくれてればいいのにね。そうだよ、キャンプ出会う方が豪華やってやん。それは去年の救済措置ですよ。今年は出た方がいいかもしれんやん。こよりんと仲良しですか？こよりんはちょっと喋る。今日もあの一緒に練習しました。明日出てくれるので。お腹鳴った。これはお腹減ったんじゃなくて消化の音ですね
わ、コメントで星が来た。キャッチ。アミのぼっちキャンプ好き。それな。でもいとこいたな。いとこいましたね。可愛かった。こんばんは。めっちゃこっちのお目が曇ってますわ。キャンプファイヤーでミョウチとヨシミンでセッションしてほしい。マリンバ、マリンバならしますよ。ピアノは弾けない。マリンバ、ドラム、打楽器。でも打楽器じゃ音程が出せないのでマリンバならやります。消化の音なんだ。あ、消化、そう、消化。早口言葉みたいやな。消化、消化の音。さくちゃんが今日みょうちと会えたの嬉しかったって。おー、さくちゃんに会いましたよ。さくちゃん喋ってましたか。会えました。やばい、めっちゃコンタクトがやばいよ。電車で寝てしまった。クンフーが足りない。クンフーって何ですか。よく分かっていません。中国。こよりもよしむんも変わった面白い系という噂はよく聞くね。変わってるで、二人とも。こよりんはめっちゃハイで面白い。よしみんはめっちゃローで面白い。喜んでました、さくちゃん。おー、よかったっす。武術、剣法、へえ、クンフー、あ、アチョーみたいなやつか。真逆なんやね。うん、声も高いと低いじゃない。声っていうか声色。二人とも M だったのはちょっと意外だったね。確かに M が足りないからかな。ということで、私は今からデザートを食べたいと思います。もっちりミルクわらび。じゃ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 ーん。こっちが開ける口か。食べよっと。いただきます。いただくよ。じゃじゃん。フルーチェじゃないのか。フルーチェは食べましたね。わーい、おいしいよ。おいしくないわけないんだから。セブンイレブン行ったけど感覚フェア飲まなかった。うん、私も食べましたよ。うまいぜ。あ、ハートスプレーありがとうございます。わー、床に落としちゃった。後でティッシュで拭いて食べます。スプーン床に落としてしまった。ワカポンいたら絶対あのうまいぜにつぼる。ああ、私うまいぜってそんなに棒読みでしたか。うまいぜピエン。ピエンって使うんや、かわいい。
キエンペンライトありがとうございます。やばい、コンタクト外したいけど配信してるから外せない。今日ルームスある、今日はお知らせの後にルームスします。めっちゃ目がやばいですねそうや、皆さんオンラインお話し会受付中です。告知しとこ、オンラインお話し会と横浜のあの握手会の第1部第2部受付中です。ぜひ遊びに来てね。写真見ました、 お話し会の受付のアジサイと写真撮ったんですよ。アジサイちゃーんアジサイちゃんと話やって、話なんや、写真撮りました。なんで話って言ったんやろあれ綺麗やったな、お綺麗やったな。ぜひね、私はちょっと今、はい、一人で話してると結構ゆるゆる配信になるんですけど、人と話すときはもうちょっとハキハキ喋るのでもっと楽しくお話しします一人で喋ってるとめっちゃゆっくりになっちゃうねんな。なので友達にみたいに話すのでぜひ遊びに来てください。待ってます。アジサイちゃん、そうアジサイちゃんと撮りました。アジサイちゃんコラボ配信熱望、え思った、コラボ配信したいんですけど誰とする、コラボ配信したい、やってみたいんですよね。ルームスみたいな留守の配信、今が逆にゆっくり喋れるようになりたいんです。今ヤシミン配信やってるから突撃よ、え突撃とかできるの、あらかじめ合わせへんくってもできるんですか。池松ね、池松いいね、ほのさん、あやかってやったら面白そうやな。あやか私にツボってくれるねんな。相手が承認すればできるはず、あそうなんや。でも急に先輩から来たら怖いやろみんな旧規制はゲームをやってますか。あやぴょんずっと笑ってて名字が一人にで話すことになりそう。確かに。あやかほんまに何が面白いか分からへんけどめっちゃ笑ってくれるんですけど思い出しただけで笑っちゃうわ。キューキューはローモバ中だね。そうですね、え今カレンさんもやってはるんですか。あ、間違えた。誰がやっているんだ。あ、ヨシミンと僕とカレンさんですね。久々に日本松が見たい。ミヒナ話を聞かないサクパンに怒るミオチを見たい。え、私怒らへんで、怒るって話になってる怒ってたっけ。全然松岡さんって感じ
松岡さんでも話全然聞いてくれんで、やばいマジでコンタクト取りたい。ルームスはコンタクト取ってやろうかな。でもメガネの度が強すぎて目困難になる。困難。みょうちさんって怒ることあるの？みょうちさん呼び死ぬ。怒ることないですね。鳩が飛んでたので来てみました。お、こんばんは松岡さん。松岡さん顔文字かわいい。今日はハンバーグ作ったけど、みおちの晩ご飯はまだ食べてないんですよね。コンビニで変な時間にキムチキン、ん？ちゃうちゃう、ビビンバキンパを食べちゃって、まだ晩ご飯食べてないので後で食べます。池穂野さんとみおちさんは怒りが想像つかない。嘘？そう？黒島さんが松野さんが寄ってきてくれて喜んでた寄ってきてくれておもろ、よかった。シミヤンさん、みおちちゃんこんばんは。みおちちゃん呼びの人もいますね。明日の公演東京からうちはペンライト持っていくね。みおちちゃん推しです。やった、みおちちゃん呼びありがとうございます。ぜひコールしてね。明日の公演来る方いますか？皆さんぜひ名前いっぱい呼んでね。松野ちゃん推しです。松野ちゃんやば、もうみんないろんな呼び方ですね。みおちちゃん、でも最初愛華さんにみおちちゃんって言われてたけどちゃんなくて大丈夫ですって言った外れた。松みおちゃん、松みおおもろ、脳内だけやん。みおっち、みおっちって呼ばれたことあんで、ファンの方に呼ばれたことっていうかコメントでみおっちってたまに来ますね。嫌とかじゃないですよ、呼ばれたことあんでとかちゃったけど嫌とかじゃないですよ。一生みおさんやな。みおさんもいますね。みおちーたんを初めて聞きました。全然ちゃうやん、なんでち、あ、みおちのちーってこと？なるほどね。てかほのにちゃんみおって呼ばれんねんけどちゃんみおおもろ、ちゃんみおってなんかおもろいな。ちゃんみおち見て思い出したわ、ちゃんみおって呼ばれてます。ちゃんみお、やばい、こっちのコンタクトが霞んでるぜ。あっという間に時間が経ちます。もう30分ぐらいなんですけど、どない？リリーベで推しになったのでオンラインか握手会気になる。わ、ちょうど今ですねちょうど今受付中なので、私の X をフォローしていただいて X に載ってますよ。でも握手会関東やな、関東済みですかね。え、受付中なんですか？え、そうやで。多分 YouTube の動画でちゃんみおって呼ばれてるのいるから、それからかな。どういうこと？どない、おもろ。何が何が、私どないって言いました自分が言った言葉忘れてんねんけど、でもどないめっちゃ言っちゃうねんなどない、ラン、ランララランランランって怖いやつのやつですか怖いやつの BGM ですか？ラン、ランララランランラン、ランララランラン、違う？何これ？ラン、ランララランランララララ、どんなんやっけ忘れちまったぜ。
ナウシカやん。え？これ怖い BGM ちゃうん？嘘でしょ。ラン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 。ジブリ知らんのや、ごめんなさい。ジブリあんま見ない。トトロは知ってるよ。ナウシカは見たことなくて申し訳ねえ。怖くはない。なんや、怖いやつは何？怖いやつは何ですか？怖いやつなんやっけ、忘れた。やばい、もうすぐお知らせ始まるよ。55分ぐらいに終わるかな。皆さん、あさって会えますか？あさってしあさって会えますか？トラブルバスター、パスタ、バースターでアニメ動画あって、その中の人物ちゃんみおって呼ばれてるのが、へえ、ちゃんみおね、ちゃんみおって呼ばれてますね。ほのちゃんみおって呼ばれて、ほのに貞子、おおって何？なんかでもあるよな、ランランララランランランってさ流れるような怖い BGM、 ラン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 みたいなあるやんな。ありますよね。ジョーズのテーマは怖いな、海に入れなくなる。やだ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 。こんばんは、こんばんは。土日は ATC に用事で行きます。その用事はお仕事ってやつですか？お仕事？何今の？なん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 て歩くない？あれ？絶対ある、絶対調べよう。怖い系って何とも思わないからな。うそやん、またこの BGM やと思わへん？ラララライ体操始まりそうですねって、フリやん。めっちゃやりませんよ。やばい、マジでほんまにこっちが目が見えないです。曇ってる。ワンツースリー、ダダダ大統領になったらねですか？皆さん、サメ会にするポーズ決めましたか？サメ会でするポーズ決めましたか？こんばんは、ハックさん、こんばんは。チラチラ、こんばんは。ポーズで思い出した、何ですか？みおちポーズ、これセンスないかと思って自信なかったけど、どうですか？ちょっとイケてる？イケてはないか。ボディービルダーポーズ、おお。ボディービルダー強くなさそう。ふんふん。ボディービルダーポーズ、あとね、泳ぐポーズもしよう。水中、水中ポーズ、パワー。みんな地団で踏むんでしょ。そやで、これやで。
他何があるかな。何があるかしら。さよならクロール、泳ごうみんな、泳ごうよ。さよならクロール、青い海キラキラ、あなたの焼けたはい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 めっちゃ好きこれ、めっちゃ好きこの耳に入った水をこうやってやる振り、めっちゃ天才じゃない、最高私ダンスも好き、こうやって分析したくなるんです。音楽のこの音めっちゃ好きとかもあるけど、ダンスのこれもめっちゃ好き。やばくない、天才じゃないですか。誰振り付けやろ、マイカさんかな。もう随分泳いで星になっちゃった。衣装めちゃくちゃ好き、わかる。ともちんさんとパルルさんの絡みが好きです。タタ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 、ちょっと拗ねてた太陽が、ひとりじめしたかった、キラキラあなたの開けた、タタ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 、ここがもう好きすぎる、天才天才だよ。泳げる？泳げません私。25メートル泳げるか分からん。コンサートで一番歌いたい曲は冬将軍のリグレットですね。私これずっと加入してすぐからずっと言ってて、冬将軍を絶対やりたいです。リクアワで歌えへんくてめっちゃ悔しかったんですよ。8期が歌ってた、8期と9期生が歌ってたんですけど、冬将軍のリグレットをやらないと私はやめれません、やめへんけど冬将軍めっちゃやりたい、やりたいよ、あの衣装が着たいんです。テレテテレテレテテテレテテレテレテレテテレテレテテンテレレンテレレレレ、めっちゃ好きなんですよ、超好き。立候補できないの？できないですよ、勝手にっていうか決まってます。もう感想の振り付け好きなの分かるね。そうですよ、めっちゃ好き私、あの足飛ぶのやってみたいよーいどんもめっちゃ好きなんですよ。よーいどんの振り、クラウチングスタートみたいな。いつの間にか、でも私アンダーで入ったから踊れますよ。冬将軍、冬将軍隙間風がカンムリライブが最近ないけど申請しては、そしたらできるかも。大きいライブでやりたい。カンムリライブやったら何でもできちゃうもん。でもそれに大きいライブで選ばれるって難しいですよね、タイミング、運とタイミング。タタ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 、冬将軍のリグレット推しアピールしていこう、していこう。でも私初期のブログにも書いてます、歌いたい曲冬将軍って。でも冬将軍以外は叶ったんです、すぐに。ピークとトドトドって書いたけど、ピークもトドトドもナンバトルとナンバトルでできたので、
配属と動体視力も好きそう。好きですめっちゃ。マサさん初見です、こんばんは。いらっしゃいませ。ピークとなんてピークとトド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 です。トド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 って言えへん。トドトド、こんな滑舌悪かったかな私。ピークとトドトドです。トドトドがすぐ早々にかな、私やりたい曲3つっていう質問で、ピーク、届かなそうで届くもの、冬将軍のリグレットって書いて、この2つ秒でかなっちゃって、冬将軍だけが一生できないんですよ。頑張ります、冬将軍できるように。トドとトドが来た、アザラシみたいやけど、トドトドかわいい。もう話し買ったんですか。トドトドめっちゃ好き。冬将軍の相談室好き。私も好きです。の衣装が似合いそう。あ、生写真で聞きました。ちゃうわ、やばい、今日日本語やばい。来ました、来ましたね。グッズにありますよ。やばい、54分だ。皆さんそろそろ配信があるので、 YouTube があるのでね、終わりたいと思います。13位なる兄さん、ありがとうございます。12位犬の気持ちさん、ありがとうございます。11位中島よしさん、ありがとうございます。10位柳さん、ありがとうございます。9位マスオさん、ありがとうございます。8位ハットさん、ありがとうございます。7位バロックさん、ありがとうございます。6位トミーさん、ありがとうございます。5位力持ちさん、ありがとうございます。4位チャリオさん、ありがとうございます。3位カルちゃん、ありがとうございます。2位カズさん、ありがとうございます。1位ひよこさん、ありがとうございます。はい、ということで配信みんなで見ましょう。私はさっき落ちたスプーンを拭いて、ミルクわらびを食べます。ルームスも後でするので、皆さんよかったら来てください。ありがとうございました。また明日公園で会いましょう。バイバイ。